お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ディガポイをですね、紹介しようと思うんですけど、で、デッキが、枯渇ディガポイで、なんか最近すごい流行ってるデッキですね。はい。なんか最近よくすごい見かけるデッキで、やっていくんですけど、とりあえず一つ見てほしいものがあるんですよね。と、これをやって、この試合ですね、この、ミュージックマスターとの、相手がクロスボウで僕ディガポイなんですけど、この試合をマジで見てほしい。たまたまマルチで使ったら当たって、この方あれなんですよね。昨年からの世界大会の準優勝の方で、上手い方なんですよね。それはもちろん。で、ディガポイで、これは本当に自己満みたいなもんなんですけど、めちゃくちゃ、なんか綺麗に勝てた試合なんで、見てほしいなと思います。でここはバルキリーでターゲット取ってですね、ポイズンだったらクロスボウって、ユニットで殴って壊すのもありですし、あとはポイズンウッドでほぼほぼ削れるんで、ポイズンウッドだけだとなんかほんの数ミリぐらい残るんですけど、ポイズンウッドとあと何か一発ぐらい当ててあげれば、クロスボウ処理できるんで、でそれであとそのポイズンウッドでダメージ稼いでいけるんで、クロスに対しても事故らなければ結構戦える相手かなと思いますね。でここはどうすんだ、一回待ちっすね。でここでコウモリとギャングサイドでディガー飛ばしたんですけど、ここをスケルトンだけでやられて、ここがうまかったですね。相手ここでやばい、コストがなくてやばいってなりましたね。でもここでポイズン、ここでダメージを受けるのはしょうがないんで、しっかりポイズンウッドだけで我慢する。言うてポイウッドだけで800ぐらい、8900ぐらい削られましたけど、言うてそんだけで抑えれてるんで、今ロックカード取られてますね。こっからっすね、こっからの挽回を見てほしい。ここアイスピンも入れたくないん で, でここはテスラをお互い置いてなんですけど、このバルキリーが強い、このバルキリーのおかげでクロスボウを溶かしたみたいな感じですね。でここはディガーを飛ばして、やっぱスケルトンがなんか来ると思ったんでポイズンったんですけど、相手ここうまいっすね。これスケルトンとかアイスピを使わずになんですけど、ここの読みクロス、読みクロスじゃない、読みテスラっすね。相手が絶対クロス置いてくると思ったんで、自分はコスト78とかしかないっすけど、読みのテスラっすね。で今一気にアド回収できましたね。でここは、一回、さっき読みテスラでやったんで、今回は、また同じようにしたら、しても、またなんか、テスラとか、他のユニットで延命されるので、ここは、ターゲット取りつつの、ポイズンと、他のユニットとかで処理して、ここは、端前プリン。で、スケルトンは、見てからでもウッド間に合うんで、処理して、で、ここも、絶対クロス来ると思ったんで、読みテスラさん。ここも、相手のグッドゲームっすね。っていうみたいな感じで、なんか読みテスラがすごい当たった、ただの自己満のリプレイでございました。はい、ということで試合いきます。でこれなんか強いですよね。高回転、めちゃくちゃ高回転、 3.1X 高回転で何がしんどいんだろうな。結構ディガポイってやっぱ何にでも立ち回れるイメージあるんで、ここはディガーを飛ばしますかね。相手、さては相手クロスかもしれません。でここ後ろからプリン出して、いやクロスっぽいな、クロスっぽいで、ウッド転がして、ぽいっすね、ぽい。で、バルキリーはやっぱクロスのターゲット取りに欲しいんで、よいしょ。
で、ここでポイズンで光ボール。いや、マジか。クロス、クロス、意外と。まあまあまあ。よいしょ。でもまあ、どうせウッドで処理されますけど、まあ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 、ここは、ここは許容ですね。ウッドを逃してもよかったかもしれない。まあ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 。ここはもう、しっかり読みテスラで行くか、しっかりバルキリーとギャング、ディガーでターゲット取って、まあ、こういうウッド削りですね。ハシマイプリン。ああ、そんなことある？これスケルトン来る。まあ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 。まあ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 。で、相手多分もうクロス回った。ああ、回りましたね。このスケルトン超邪魔。ここで来る。おいしょ！やばい、来なかった。こういうの良くない。こういうの良くないですよ。で、このテスラを延命したいんで、よしよしよし。いやー、そこに5か。まあまあまあ。いや、まあ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 、しんどいな。これはクロスを今置かれたら、ポイウッドでディガーをクロスに直接当てるっすかね。いや、これ、ターゲット取っとかないとやばい。で、ここはもう、ポイズンとウッド。いや、待てよ。これは、さては、薪の香り。いやだー。いやだー。さっきあんな、あんな、あんなドヤ顔で、ドヤ顔でもないけど、リプレイ解説したすぐに負けるとかある？あー！そんな、そんな、負けたやん。よくね、よくね、よくね。いや、まだ参る、まだ参る。まだ参る。ターゲット取って、ターゲット取って、まだ、まだ参る。オッケーオッケーオッケー、まだ参る、まだ参る、まだ参る。よしよし、まだ参る。やばっ、ちまっ、それはだるい。これディガーはもう削っていくしかないですね。相手は引き込もうとしてるんで。やばい、始まりプリン、オッケー。はい、オッケー。よしよしよし。いやー、やばい、やばい、やばい。いや、延命、延命してる、延命してる。奇跡的に延命してる。これディガーっぽいっすね。やばい、ういじょー、バルキリーも来る。まあ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 。オッケーオッケー。全ザル全ザル全ザル。ハシマイプリンハシマイプリンハシマイプリン。相手何も出すな。やーばい。いやー。いや、まだ参る、まだ参る。コスト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 。ポイズン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 。よっしゃー。いや、クソギリやん。クソギリ。めちゃくちゃギリしてたね。いやー。まさかのクロス、まあ。まあ、勝ててよかった。勝ててよかった。勝ててよかったですけど、意外としんどいですね。やっぱ読みテスラは、まあ、成功したらめちゃくちゃいいんですけど、失敗した時に良くない。で、そのテスラを、まあ、失敗した時でもそのテスラを守ることもすごい大事ですね。だからほんまにテスラとバルキリーで勝敗決まるみたいな。クロスボウ対だとありますね。よいしょ。で、もう勝ちたいっすね。普通にもグラチュレ91、91、これ勝って11かな。いやー、勝ちたい。え、何が来たらいいんだろうな。何が来たら絶対、ホグとか、ホグと結構相性良さそう。いやー、何もしてこない。あと、枯渇とかも相性良さそうさ。高回転のディガポイで、よいしょ。おいしい。でこれはもうウッド使ったんでギャング出して、いや相手ザップ見せた。おいしいおいしい。もう一発、後ろからプリン展開の相手ザップ、ディガーザップ、ペッカペッカっぽい。テスラ立てて、あーペッカっぽいですね。さてこれペッカっすね。おいしょ。ってことは、コウモリは鎖リン、お？いや、わかんないな。これポイウッドでネクロは処理できる。よいしょ。これでネクロ処理、しかも相手ザップだったんでネクロ OK。 これで相手ザップ使って
コウモリ、ああ使わないか、ウッドザップね、ウッドザップ、そうウッドザップやった。まあまあまあ、これディガー飛ばして残れ、うん、まあまあまあ、これはこのリズムで戦えたらチクチクと削れて勝てそうっすね。で、することない。これはまあプリンシルでいいか。プリンシルでいいっす。ウッドサイト後では相手がウッドないんで、相手がウッド今手札に持ってるって時だったら、まあ始まりプリンでの方がいいっす。でも相手がウッド今持ってないって時は、後ろプリン展開でいいと思います。これもフォアユットで美味しくいただいて、テスラ立ててワンチャン目無理か。まあまあまあ、このエレキ処理は美味しい。てかもうディガー回ってるんで防衛はなんかできそうなんで、これはディガー飛ばして、まあインドラちゃんね、よいしょ、これしっかり処理して、今相手ザップ使ったんでこのコウモリが生きる。でこれディガー飛ばしたらネクロかなんか来る。でポイズン打って、おー、これ打って転がして、よっしゃ、まあ、あとポイズン圏内かな。いやまだ気持ち延命、いやこの延命は調子乗ってかも。いやこれザップ来られて意外とやばいね。まあ、ここはバルキリーで、よしあとはもうポイウッドで勝ちっすね。いやデッキが強い、危な、危な、ふぅ、よかったっていう感じで、意外となんかただ防衛してリガー飛ばしてな感じで勝てますね。意外とこのネクロ、今流行りネクロが多いんで、ネクロに強い、ネクロに強いし、リガーじゃない、ジャイニーも強いし、まあ、ラバにも悪くないと思うんで、結構いいんじゃないですかね。万能で使いやすいかなと思いますね。はい、というわけでぜひねこのデッキ使ってみてください、はい、どうぞよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。